カレブ・ユアンはオーストラリアニューサウスウェールズ州シドニー出身の自転車競技選手。韓国移民2世の母とオーストラリア人の父との間に生まれた韓国系オーストラリア人。ケイレブ・ユアン、カレブ・ユアンなどと表記されることもある。自転車競技の経歴は10歳の頃から始まり、2010年にナショナルジュニアロードレースでチャンピオンになり、次年にはジュニアトラック世界選手権。 オムニアムで優勝した。2013年からジェイコ a i s ワールドツアーアカデミーに所属し、2014年にはオリカグリーンエッジに迎えられた。ナショナル U23 ロードレースで優勝し、世界選手権 U23 ロードレースでは2位の成績を残した。プロレースでの初勝利は2015年のヘラルドサンツアー第2、3ステージ。翌月には、 HC クラスのツールド・ランカウイで総合リーダージャージに袖を通し最終的に区間2勝とポイント賞を獲得した。その年のブエルター・エスパーニャでは第5ステージで優勝し見事なグランツールデビューとワールドツアー初勝利を飾った。プロ初年度には11勝を獲得した。2019年ツールド・フランスにて2016年はツアーダウンアンダーで2勝。 ヘラルドサンツアーで1勝を挙げた。グランツールの一つであるジロでイタリアに初出場。2017年、シーズン開幕戦のツアーダウンアンダーにて、すべてのスプリントステージで勝利し、ステージ4勝を挙げた。ジロでイタリアでは、クイックステップフロアーズのフェルナンド・ガビリアの前に、苦戦するも第7ステージで勝利。2019年、ロット・ソーダール・ルに移籍ジロでイタリアで、 ステージ2勝を挙げる。校長を維持したままツールドフランスに初出場。第11ステージで集団スプリントを制し、全、グランツールでのステージ勝利を達成した。第16ステージでも、集団スプリントを制し、大会2勝目。第21ステージ、シャンゼリゼでのスプリントも制し、大会最多勝ちとなる3勝目を挙げた。2020年、ツールドフランスでも、第3、 11ステージで勝利を挙げた。2021年、ジロでイタリア第5ステージで勝利。21歳という若さでありながら、グランツール初勝利を挙げた、期待の新星。上りスプリントで、デゲンコルブトペーターサガンを引き離したことがあるほどの実力を持つ。165センチメートルの小柄な体育から繰り出される、異様に低いライディングフォームは、マークカベンディッシュを彷彿させ、 そのスプリント姿からポケットロケットとも呼ばれている。ケレブ・ユアン・クレイムスファーストビクトリー・イン・マザー Snative c o r ベロニュースハット H T T P コロンスラッシュスラッシュダブル W W ドット G R E N E T G E C H E L N G ドットコムスラッシュチームスラッシュ C A L E B ダッシュ E W A N サントスーダウンアンダー2017第6ステージ優案化圧巻の4勝目でダウンアンダーヘイマックポート化 初の総合優勝ビレネー突入前への大集団スプリントフルーネウェイ編を下したユアンカ、初勝利、ポケットロケットユアンが灼熱の集団スプリントで、今大会2勝目をマークユアンがシャンゼリゼで、ハットトリック達成ベルナルカ、第106大ツール覇者に21歳イワンカ、グランツール初勝利ドゥムランが1秒差で、マイヨロホ獲得、オリカグリーンエッジが、 絶好のシーズニーンジャイアントアルペシンの選手は次々に手術。ありがとうございます。